皆さんこんにちは。今回は、昔からリクエストが多かった K和美さんについて取り上げます。先日、水曜日のダウンタウンで放送され真相が判明したということですが、未だに明らかになっていない部分もあるそうです。皆さんは K和美さんという方をご存知でしょうか？プロのフードファイターすら届かない大食い記録を持つ女性であり、身長が2メートル以上ある方なのだそうです。ことの発端は、相模の蕎麦食べ放題の記録でした。相模では、みそか蕎麦という、毎月末日に開催している蕎麦食べ放題イベントがあり、どれほど食べたかを記録できます。その記録は、各店舗に提示されるのですが、そこで驚異の82段、約 13kg の蕎麦を食べた記録が残っているのが話題になります。その人物の名前は K和美という方で、日頃からヤフー知恵袋で話題になっていた人物でもありました。彼女曰く、自身は身長が2メートルほどあるそうで、力も常人離れしているそうなのです。彼女自身が証拠となる写真を多くアップされており、K和美はこの人物で間違いないとネットで言われていました。しかし、彼女の逸話はあまりにも常人離れしているため、実は存在しないのではないかとまで言われるほどでしたが、先日放送された水曜日のダウンタウンで真実が明らかになります。82段を食べた女性がいることは真実で、本人も番組に登場しました。しかし、身長は2メートルあるわけではなく、ヤフー知恵袋の人物は K和美の偽物であると本人から語られたのです。番組の検証によって真実が明らかになりましたが、単なるなりすましでした、で済む話ではありません。数々の証拠となる写真、そして相模で実際に82段の記録を出した後に、再び81段食べたという証拠のレシートも残っているのです。また、本人しか知り得ない情報を過去に知恵袋に投稿していたという話もあり、この女性は一体何者だったのか、とネットで騒ぎになりました。今回は、知恵袋に存在した偽の K和美についてできる限り調べていきます。私も水曜日のダウンタウンを見てきましたが、確かに本人を名乗る人物が登場していましたね。それだけでなく、実際に82段を記録した日に目撃していた店長の証言もあり、身長2メートルの女性ではないことが判明しています。番組での検証が真実だと考えると、ヤフー知恵袋の K和美さんは一体何者なのか、という話になってきます。まず、知恵袋の K 和美さんが提示した情報の中で特に重要だと思われるものを見ていきます。まず、こちらの投稿ですが、実際に81段を食べてきたという書き込みで、レシートの写真もアップされています。次にこちらの投稿ですが、タイで蕎麦の大食い対決をしたと書かれています。どうやら当時の記録保持者を招待したイベントらしいのですが、これは関係者しか知り得ない情報ですので、本人ではない彼女がなぜ、ここまで具体的に書いていたのか不可解です。この2点の投稿から、知恵袋の K 和美さんは本当に偽物だったのか、という疑問の声がネット上で多くあります。また、2019年にある掲示板で、相模ですっごい大きな女性、を見たという書き込みがあり、知恵袋で81段を食べたと言っていた時期と目撃証言が一致していたのです。もしかすると、本当は本人だったのでしょうか？先ほど挙げた2点について、詳しく見ていきますが、まずレシートについてです。確かに相模のレシートであり、味噌か蕎麦と追加で80個の蕎麦1段が記載されています。しかし、不可解な点がいくつかあります。まず、この味噌か蕎麦ですが、頼むと最初に3段ついてきます。それ以降、指定した分を店員に注文して食べていく形式になります。レシートで言うと、この時点で3段分だということで、それに加えて80段を追加したと読み取れます。つまり、レシートには83段分の記載がされているわけですが、知恵袋では81段しか食べられず、記録更新ができなかったと言っています。
次に、そもそもレシートには追加分が記載されるのかという疑問です。これは別の方が味噌かそばを食べた際のレシートですが、この方も追加分があるにもかかわらずその記載はないです。チェーン店なので統一されているとは思うのですが店舗ごとに記載は異なる可能性もあります。ただ、わんこそばに関しては追加分のそばや汁はレシートに記載されるようです。これらを踏まえて考えると、レシートを偽造していた可能性が考えられます。次に、関係者しか知り得ない情報を書いていた件ですが、これは2015年時点でネットニュースになっています。知恵袋にある書き込みの情報であればネットニュースを見れば本人でなくとも書くことはできます。もし偽物であれば、かなり下調べした上で K和美を語っていたことになりますね。番組の検証が真実だとするのであればやはり、知恵袋の方は本人だとする確たる証拠がないため、偽物だと言えます。K和美に関しては、偽物かもしれませんが彼女もまた、驚くべき人物なのかもしれません。本人と思われる、自販機と撮影した写真がありますが、これを見る限り身長2メートルは事実です。また、この人物が K和美として有名になる前も知恵袋に投稿を行っておりますが、この頃から毎年、健康診断の画像がアップされ、驚異の記録を見せています。おそらく、彼女が信じられないような巨体であることは事実で、ネットでは昔から一部で有名だったようです。そして、ある時に K和美疑惑をかけられ自分が K和美だと偽ってしまったのかもしれませんね。しかしながら、彼女の書き込みを見る限り嘘をつくとしてもここまで調べた上で、投稿するのか、という疑問や、相模での目撃証言などを考えると、偽物だとも言い切れないんですよね。彼女の書き込みは、この他にも多くありまして本人だとする証拠の書き込みがあればぜひコメントで教えてほしいです。また、他にも検証してほしい内容などありましたら、コメントお願いします。尺の都合上、一旦ここまでで終わりますが何か追加の情報がありましたらまた動画にします。K和美さんに関してですが、結構前からリクエストをいただいておりました。テレビでも取り上げられたということで、今回動画にしてみましたが、確かに謎が多いです。一部では、テレビと企業が本人ではない何者かを出演させたという説もありますが、今のところ、知恵袋の K和美さんが本人であるという確たる証拠がないので、テレビが真実だと考えています。この件に関して、皆さんのご意見もお聞きしたいのでぜひコメントお願いします。